1966年のコース1966年のルマン24時間レースは34回目のルマン24時間レースであり1966年6月18日から6月19日にかけてフランスのサルトサーキットで行われた3年目の挑戦となったフォードは引き続きフェラーリを打ち負かすための金に明かせた物量作戦を継続7リットルエンジンを搭載した フォード GT40 マーク2を8台出場させた。出走は55台。フォードのマシンは弱点を潰したため重量が増えて燃費が悪く燃料補給のためのピットインをフェラーリよりも頻繁にしなければならなかった。フォードが先行してフェラーリが追いかける展開になったがペースアップするフェラーリは運が悪く接触事故やトランスミッションのトラブルに見舞われて全滅した。 レース終盤は、フォード同士で1、2位を争う展開で、ほとんど同時のゴールとなった。感想は15台。クリス・エーモン、ブルース・マクラーレン組のフォード GT40 マーク2、2号車が24時間で 4843.090km を、平均速度時速 210.795km で、走って初優勝。アメリカ車としても初優勝であった。 コードは表彰台独占。ありがとうございます。